はいどうも、浦安です、今日はですね、動画編集ソフトについてお話をしていきたいと思っております。まあ、今はですね、スマホとかでもそういった動画編集ソフトっていうのが、まあ、無料でね、アプリでダウンロードできるんで、まあ、それで編集するっていうのも全然ありなんですけど、その動画のね、データをこの中に取り込んで編集しなきゃいけないんで、スマホのね、容量とかも圧迫しちゃうんで、手軽なのはね、いいと思うんですけど、ちょっと一長一短だと思うんですよね。なんで、まあ、パソコンをね、お持ちの方なのであれば、まあ、やっぱりパソコンでね、動画編集していただいた方がいいんじゃないかなと思っているんですけれども、数あるね、動画編集の中で、どれを使ったらいいかわかんないっていうことに絶対なると思いまして、今日はですね、初心者さん向けにおすすめの動画編集ソフトを、まあ、いくつかね、私の方でピックアップさせていただきましたので、まあ、どういう人に向いてるかっていうところが、いや、メリット、デメリットみたいなところを踏まえてね、とご紹介できればなと思っております。で、まあ動画編集ソフトといってですね、まず一つ思い浮かべるのってなんだろうなと思って、まあやっぱり一番有名なのは Adobe さんから出ているプレミアプロなのかなとちょっと思っております。プリセットとかも豊富ですし、かなりできることもたくさんあって、プロもね、使うようなソフトになっておりますので、それはもちろんね、クオリティの高い編集ができるソフトではあると思うんですけれども、これ一個ね、ソフトを使うためには、単体でもね、月額約3000円かかるんですよね。これがね、例えば映像を今後勉強していきたい、まあ、仕事にしていきたいとかっていう方なのであれば、最初からね、この Adobe Premiere Pro を使い始めて、そこから一から勉強して使っていくみたいなのは全然いいと思うんですけれども、ちょっと自分で撮ったね、趣味の映像だったりとか、プライベートのね、映像を編集して残しておきたいみたいな用途にはね、ちょっと向かないのかなと思っておりましたので、今回はですね、ちょっと対象外にさせてもらおうかなと思っております。まあなんでね、今回は無料で使えて、初心者さんにおすすめできる動画編集ソフトという括りでね、ピックアップをしていきたいかなと思っております。まあ、ただ、無料でじゃあもっとクオリティの高い編集ができるものがないのかってなった時に、一応ね、あります。で、動画編集ソフトの二大巨頭になるとは思うんですけれども、一つが先に Adobe Premiere Pro。で、もう一個が今回ご紹介する、これですね、ダヴィンチリゾルブというものになります。これが、ブラックマジックデザインさんから出ているソフトになっていまして、もうプロも使っているような、マジで高性能な動画編集ソフトになっております。特にですね、カラーグレーディング、色味の調整とかがすごくしやすくて、まあ、映画とかのね、現場とかでも使われるような、そういったようなソフトになっております。で、何がすごいかって、これね、ほとんどの機能を無料版でも使うことができるんですよ。なので、もちろんね、有料版で4万2000円ぐらいのね、このプロ用の、全ての機能が使えるプランっていうのがあったりするんですけど、ただね、大抵の方は、この無料版で使える機能で、ほぼ十分というかですね、大抵のことはできちゃうと思います。ちょっと、もうプロユースなね、映像の勉強もちょっと考えているけれども、最初はやっぱり無料でちょっと試していきたいという方にはですね、このダヴィンチリゾルブはめちゃめちゃおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、ただ、これに関してはですね、機能めちゃめちゃ盛りだくさんではあるんですけれども、テンプレートみたいなものはね、ちょっと少ないんですよね。頭の中に自分の中で完成図が描ける人、素材とかをね、しっかりと撮影の段階から、まあ、こんな感じで撮れればいい感じでできるな、みたいなのがね、ちゃんとディレクションできる人であれば、このソフトはめちゃめちゃいいんですけれども、やっぱりね、映像をアウトプットしていくにあたって、最初はね、どんな感じに完成させればいいかっていう完成図を思い描くのって結構難しいと思うんですよ。なので、初心者の方にしてみれば、もうちょっとね、簡単なソフトの方が、もしかしたらおすすめできるのかなとちょっと思っております。なので、このダヴィンチリゾルブに関しては、無料で使える高品質なソフトではあるものの、本当に初心者さん向けかと言われたら、ちょっとそうじゃないという感じかなと思います。ではここからはですね、まあ、無料で使えてかつテンプレートとかが豊富な機能がシンプルな初心者向けのねちょっとソフトをいくつかご紹介したいと思っております。で、一つ目がですねこちらですね、パワーディレクターというものになります。で、これはサイバーリンクさんから出ている動画編集ソフトでかなりですね歴史の古い、まあ、動画編集ソフトになっているかなと思います。
で、どんどんね、バージョンもアップグレード今されていまして、今最新版がパワーディレクター21だったかな。で、これも無料の体験版がありまして、無料でね、使うことができます。で、ちょっとダウンロードしてみたね、画面も見てみるんですけど、シンプルなね、インターフェースになってるかと思います。で、ここに動画のね、いろいろとテンプレートというか、タイトルだったりとか、あと映像素材だったりとか、あとトランジション、場面を切り替えるときにね、こんな感じでおしゃれに画面を切り替えてくれる。そういうテンプレートも豊富にあります。またエフェクトもね、かなり豊富にありまして、動画上にね、こういったようなエフェクトをかけることもできるというものになりますね。かなりですね、これに関しては使い勝手がいいというか、とっつきやすいソフトになってるかなとは思います。まあ、ただですね、この書き出しするにあたってはですね、実はこのパワーディレクターさんのロゴがね、表示されちゃうんですよ。こういう右端にパワーディレクターさんのロゴがね、透かしで入っちゃうので、ちょっとそこがね、無料版の制限としてあったりしますね。で、ここのロゴが残っちゃってると、どうしてもね、そこに目が行きがちになっちゃいますので、できればね、このロゴってなくしたいですよね。で、これなくすためには、有料プランをね、購入してもらう必要がありまして、で、料金としてはこんな感じになってますね。で、パワーディレクターさんに関しては、サブスクリプション型と通常型、いわゆる買い切り型ね、2通りありまして、買い切り型に関しては一番安いものだと1万3000円ぐらいになりますね。で、サブスクリプション型に関しては、年間プランがね、約6200円からという感じになっておりますね。費用はね、できるだけ抑えた方が嬉しいかなと思いますので、買い切り型がね、多分人気になるんじゃないかなとは思うんですけれども、ただ今回注意してもらいたいのが、ここの買い切り型、例えばね、パワーディレクター21のウルトラを買ったとします。1万3000円かかりました。ただ、この買い切り型っていうのが、このパワーディレクター21のみの買い切りになるんですよね。なので、これがもしですよ、パワーディレクター22が出た場合、その時に、この買い切り型の1万3000円で、パワーディレクター22にアップグレードできるかと言われたら、実はできないというものになっております。なので、体験版使ってみてなかなか使いやすいな、いいなってなって、こういう買い切り型ないしはサブスクリプション型購入するのは全然ありだと思うんですけれども、ちょっとそういったね、アップグレードに対応できないっていうところがね、少し注意事項としてあるかなと思いますので、そこだけね、しっかりと認識しておいてください。で、もう一つですね、無料版がリリースされているソフトもありまして、はい、これですね、フィモーラっていうね、ソフトになりますね。これも結構有名なソフトではありまして、かなりシンプルなインターフェースと豊富なテンプレートがあって、まあ、誰でも簡単にね、いろんな高品質な動画が作れますよという、ね、動画編集ソフトになります。ちょっと自分はあんまり使ったことなかったんですけど、かなりですね、おしゃれなこのトランジションとかエフェクトとかがね、用意されていて、まあ、この辺のね、ちょっと映像素材にこういうエフェクトとかをかけるとですね、まあ、こんな感じで、ちょっとね、おしゃれな感じのね、映像が簡単に誰でも作れちゃうというものになっておりまして、これなかなかいいなと思いました。まあ、ただし、これも同じくですね、実は無料版だと、フィモーラのね、ロゴが透かしで入っちゃうんですよ。なので、これの透かしを取るためには、またね、有料版を購入していただく必要がございますと。で、フィモーラに関しては、このね、年間プランっていうね、またサブスクリプション型のものと、永続ライセンスっていうね、2つの買い切りタイプの2つね、プランがありますね。で、かなりですね、永続ライセンス安いなと思いましたね。で、これに関しては、ただ、まあ、先ほども言った通り、パワーディレクターでも一緒だったんですけど、この買い切りタイプっていうのはあくまで今のバージョンの買い切りになるんですよ。今で言うと、フィモーラの12ですね。で、アップデートにはね、ちょっと対応できないんで、新しい新機能が追加されたとか、便利なテンプレートがね、追加されたみたいになった時に、またね、この永続プランのライセンスを買い直すとか、ね、1年間プランに変更するとか、お金が追加でかかってしまうので、そこだけかな、少し気をつけなきゃいけない部分だとは思います。で、じゃあね、ここまで来ると、無料版で透かしがなくて簡単なやつはないのかってね、多分思う方いらっしゃると思います。あります。はい、あるんですよ。それがですね、こちらになります。
ミニツールさんというところから出ているムービーメーカーというものになりますね。で、これに関してはですね、もう最大の特徴としては、まあシンプルで必要な機能は揃ってるんですけど、無料で透かしなしでですね、書き出しすることができるソフトになっております。で、いろんな機能があって、速度の変化だったりとか、まあテンプレートもね、いろいろと用意されているっていう点で、初心者に必要な機能は、もうほとんど揃っていて、かなりですね、使い勝手のいいソフトなんですけど、無料でもちゃんとね、透かしなしで動画エクスポートできるっていう点で、かなりね、メリットが大きいソフトなんじゃないかなと思っております。一応無料でできるね、範囲っていうのは、この内容になってます。まあ、全てね、ビデオエフェクト、テキストエレメントが利用可能です。かつ、1080p のね、いわゆるフル HD の動画もちゃんと対応していて、透かしなしで動画をね、エクスポートすることができます。ただし、無料版に関しては3本まで時間制限なしに動画をエクスポートできるというものになってまして、それ以降はですね、2分以内の動画だったら自由にね、エクスポートできますよっていうちょっと時間制限がね、入っちゃいます。ちょっとここだけね、無料版を使うにあたっては注意していただきたいんですけど、かなりですね、画面ちょっとですね、無料版がありますで見ていただきたいんですが、あ、これね、今うちのチームイブシゲのね、潜在の動画を撮ってきましたので、ちょっと今ね、被写体になってもらってるんですけど、この感じでね、画面のインターフェースはすごくシンプルで、初心者でもね、かなりとっつきやすいかなとは思います。で、メディアからね、このタイムラインに素材を並べていって、で、トランジション、いわゆるシーンの切り替えとかっていうのも、テンプレートでかなり豊富にね、用意されておりますので、まあ、こんな感じで、間にグリッチのトランジション入れたりとかすることもできますね。あと、エフェクトとかでね、色味を変えたりとかすることもできます。白黒にちょっとしてみるとかね。まあ、こんな感じで、シックにするとか、いうのがね、気軽にできたりします。あとね、テキストのデータに関しても、こんな感じでね、いろんなテンプレートが用意されていて、結構ね、シンプルなね、テキストのテンプレートだったりとか、あとこんな感じで、もう元々映像として用意されているものに、自分でテキストを編集して、編集みたいなね、こんな感じで、一つ、ドドーンと。載せたりすることもできたりしますね。あと、モーションっていうね、いわゆるカメラワークですよね。一つの映像をそのまま使うんじゃなくて、まあ、こんな感じで、画面の中でね、カメラワークを編集でね、してくれるみたいなものも、テンプレートがそれぞれありますので、まあ、ズームインとかズームアウトとかね、左右にカメラワークしてくれるみたいな、そんなようなテンプレートも豊富に用意されております。あと、エレメントっていうのもね、いろいろとあって、まあ、スタンプみたいなもんですよね。こういうのを動画上にね、アクセントとして載せることもできたりとかしますね。で、このエレメントに関しては、いろんな場所にね、配置することができるので、まあ、動画に合わせてね、素材を配置することもできますと。で、あとね、このミニツールのムービーメーカーに関しては、テンプレートもね、用意されております。もともと、こんな感じで、一つの完成形みたいなのが用意されていて、で、その中に、こういう映像を当てはめてね、みたいな指示があるので、そこをポン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 素材はめ込んでいけば、一個のね、クオリティの高いムービーになるというテンプレートもね、用意されておりまして、こんな感じで、壮大にね、音楽とか、音楽もね、変えることもできますし。で、素材をね、今、一個入れたんですけど、この中でね、使いたい場所、にチェックを入れて、この場所がいいなってなったら、そこにねカーソルを合わせて OK すると、まあ、こんな感じでですね、まあ、最初から行くとオープニングが始まって、で入れ込んだ素材が入って、あとはねこういう指示がありますので、クローズアップされた絵だったりとか、あとちょっとワイドなね、絵だったりとか、グループの人たちを入れてくださいね、みたいな。こういったテンプレートというか、指示までね、してくれるやつがありますので、それに合わせた映像素材をね、どんどんはめ込んでいけば、高品質なね、動画ができちゃうよというテンプレート機能っていうのもあります。なのでね、初心者向けとしては、かなり、まあ、手軽にシンプルに映像を作ることができて、あと、やっぱりね、何より無料でも透かしなしでね、
エクスポートできる、動画の書き出しができるっていう点ではかなりおすすめできるソフトなんじゃないかなと思います。はい。でね、そんなミニツールさんのムービーメーカーなんですけれども、まあ、無料版に関しては先ほど言った通り、透かしなしでできるっていうメリットはあるんですが、どうしてもね、時間制限がね、出てきちゃうんですよね。で、これを取っ払うためには、有料版をね、購入していただく必要がございます。料金プランとしては、月額のサブスクリプションと年間のサブスクリプション。で、あと、アルティメットプランとありまして、まあ、サブスクリプションは、まあ、月額でこんだけかかりますよ。で、年間でこんだけかかりますよ、というものになりますよね。もう一個、アルティメットプランっていうのがあるんですけど、もうね、断然これがおすすめです。で、なぜかというとですね、アルティメットプラン、いわゆる、まあ、買い切り型のタイプになるんで、これを一回払えば、もうね、ずーっとこれで使えますよ、というものなんですけど、特筆すべきポイントはここです。生涯無料のアップグレード。一回これ払っちゃえば、今後、ミニツールさん、このムービーメーカーで、アップデートが走った時、ちゃんとアップグレードできます。これやばくないですか？なんで、本当の意味での買い切りなんですよね。この値段一回払っちゃえば、どん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 新しく機能が追加された時も全部使えるようになりますし、透かしなしの時間制限なしでエクスポートができるようになるというものになっております。これかなり嬉しいですよね。障害無料アップグレード。めっちゃいい響きだな。で、しかもですよ。今回、このミニツールさんにですね、こういう比較の動画作りますよっていう話をしたらですね、なんとクーポン券も発行いただけるということになりまして、今回ですね、この料金プランが安くなるクーポンご準備させていただいております。はい。本当にミニツールさんありがとうございます。動画の概要欄にダウンロードページとですね、あとクーポン券の情報がね、ございますので、ぜひですね、そちらをチェックしていただければなと思っております。ぜひですね、一度体験版というか無料版をね、使ってもらって、使い勝手を見ていただいてですね、ミラーレス一眼で撮った映像、ぜひともですね、動画編集していただいて、綺麗に残していただければいいんじゃないかなと思っております。やっぱりね、最初から高機能なプロ用のツールとかを使うっていうのも全然ありだと思うんですけど、もう何していいかわかんない。もう機能ありすぎてわかんないみたいなことってね、往々にしてあると思っていて、それでね、なんか挫折しちゃうみたいなこともあると思うんですよ。それってすごくもったいないと思っていて、動画編集ってやっぱね、やっててもやっぱ楽しいし、見返すってなった時もね、やっぱ自分で作ったものって結構楽しいんですよね。なんで、ぜひともですね、皆様には、この一眼カメラを買ったからには、そういったアウトプットのね、動画編集っていうところにも、ぜひともハマっていただきたいなと思っているので、まずは最初はね、ちょっとハードル低く、簡単なね、テンプレートが一応用意されているソフトから入って、ちょっとずつ慣れてきたらプロ用のツールにステップアップしていくとか、まあそういった流れがいいんじゃないかなと思って、今回ですね、まあ、初心者向けの無料で使える、動画編集ソフトをいくつかね、ご紹介させていただきました。こちらのチャンネルはですね、こんな感じで撮影機材の話だったりとか、あとデスク周りのガジェット類をご紹介しているチャンネルでございます。もしこの動画ちょっとでも参考になったよという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。